ございます。今日は自然と食を楽しめる若葉港をサイクリングしに来ました。今いるここ富田里庭公園は毎年春に約12万株の芝桜が見ごろを迎えるなど花の魅力がいっぱいで、特に4月中旬頃がおすすめです。今回のサイクリングは富田里庭公園をスタートして下田農業ふれあい館、いちご園に立ち寄ってから最後に千葉牛の広場に行ってゴールになります。途中里山サイクリングコースも通るため自然を感じながら楽しめると思います。また2月29日までスマホで行う千葉の里早春の魅力デジタルスタンプラリーイベントを開催していますので参加していこうと思います。これで一つ目のスタンプを押せました。今回回る施設のすべてでスタンプが押せるので忘れずに押していきたいと思います。それではサイクリングスタートです。下田農業ふれあい館に着きました。事務長の田中さんにお話を伺えるそうなので早速伺ってみたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。当店はですね、下田、ダンジャ、ヤという3つの地区の農家さんを中心として、野菜を販売している農産物直売所と、あとレストラン、主婦の方が毎日手作りで作っていただいているレストランと2つから成り立てる施設になります。今ですね、最近野菜ですと、大根とか、はい、この辺がですね、とってもよくお客様に価格の面と大きさの面で、はい、大変好評いただいてまして、ファンになってくれる方もたくさんいらっしゃるんですね。ありがとう、たくさんの方お求めになってました。ありがとうございます。はい、あとですね、今最近今年になってから、今年度になってから、新しい取り組みとして、はいはい、自転車にもやらせていただいておりまして、はい、シェアサイクルの、はい、そうですね、こちらの方が、はい、ありましたね、はい、置かせていただいております。はい、でこちらもですね、この辺の地域の拠点として、はい、活躍地区になっておりますので、はい、またこれをどんどん広めていけるように、はい、努力してまいりたいと思っております。ありがとうございます。あと、イベント関係でもですね、地域の方と団体であったり、施設と関わりを持って、今いろんな取り組みをさせていただいております。はい、でこの取り組みがですね、どんどんつながっていきまして、病院さんであったりとか介護施設さんにですね、野菜の販売というものをさせていただいている状況になっております。で、はい、あともですね、これから農家さん、まだまだ本当に志を高く持ってやってくださっていますので、協力して一緒に、はい、よろしくお願いします。盛り上げていけるように、はい、努力してまいります。田中さん、ありがとうございました。地域のですね、新鮮な農産品と加工品がたくさん多く取り揃えられていますので、ぜひ皆さんもお越しいただいてお買い求めいただければと思います。私もこれから少し買い物させていただきますので、よろしくお願いいたします。あと、こちらでもですね、千葉の里、スタンプが押せられますので、忘れずに私も押していきたいと思っております。それでは次は、いちご農園の千春農園に向かいます。田中さん、今日はありがとうございました。いつもお世話になってます。ありがとうございます。千春農園さんに着きました。千葉市では古くからいちごの栽培が盛んに行われています。
市内にはいちご狩りが楽しめる観光農園や新鮮採れたてのいちごを買える直売所が合わせて20カ所以上あります。産地ならではの完熟で甘くて美味しいいちごを食べることができます。この周りには4カ所いちごの観光農園や直売所がありまして、その中で今日は千春農園さんにやってきました。代表の斉藤さんにお話を伺えるそうなので伺ってみたいと思います。当園は次世代に続く農園を目指しており、一年一年を繰り返し春を前回迎えられるような農園に、また千葉の春を代表するよう、農園にしたいという願いを込めて、千の春千春農園と名付けました。なるほど。まあ、千年続けるためには、今来ているお客様に繰り返しもう一回来てもらうということが大事ですので、そのために毎年改良を加えて美味しいイチゴを追求して作り続けることが、まあ、私の使命だと思って営農しております。まあ、また当園が栽培する紅ほっぺと香りのの2種類のイチゴは、千春農園の嬉しいイチゴとして、千葉市千食のブランド千に認定される多くの方に、リピーターとなっていただくほど好評いただいております。ぜひ皆さんご利用ください。ありがとうございました、はい、私も千春農園さんのイチゴですね、お土産に差し上げたりしていまして、はい、今後ともですね、ぜひ素晴らしいイチゴを作り続けていただければと思います。私も先ほどパックで買わせていただきましたので、はい、今日は自宅で美味しくいただきたいと思います。あとこちらでもですね、この千葉の里のスタンプが押せますので、私も忘れずに押していきたいと思います。それでは次のゴールもですね、千葉牛の広場に向かってみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。千葉牛の広場に着きました。ここは千葉牛の広場は広い青空の下で牧草地でのデイキャンプやバーベキューが楽しめるほか、オリジナルのランタン作りなどの体験ができます。またここでは千葉の特産品の竹炭グルメがいただけるそうです。こちらがチャコールラテになります。せっかくなので先ほど千春農園で買いましたイチゴと一緒にいただきたいと思います。今回のサイクリングは自然と食を楽しむをテーマに里山サイクリングコースなどを走りましたが、直売所やいちご竹炭グルメなど千葉市ならではの食を存分に楽しむことができました。スタンプラリーも4つ目を押すことができまして、こちらを3つ一口で応募することで抽選でオリジナルトートバッグが当たりますので、忘れずに応募していきたいと思います。また富田里庭公園と千葉牛の広場では周遊カードもお配りしていますので、お立ち寄りの際はぜひゲットしてみていただければと思います。私もいただきました。最後に市内にはサイクリングに適したエリアや見どころがたくさんございますので、これからも市内さまざまな場所でサイクリングを楽しんでいこうと思っています。皆さんもぜひ自転車を生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。